はいどうも、今回は皆さんお待たせしました。ファンタジーゾーンやってきます。そしてファンタジーゾーンといえば僕の横に彼が来てくれています。はいどうも、ヨーダです。はい、今回ねファンタジーゾーンまたやっていくんだけど、はい、まあ、ステージ1とか2は割とねもうヨーダ君普通に進めてるので、はい、まあ、3ステージ目までね一旦カットさせていただきたいと思います。はい、じゃあねようやく裏作業でここまで来ましたので、ヨーダ君頑張ってくださいね。続きはい、さあどうしよっかな。今回もね皆さんからのコメントを熟読してね頑張ってやっていこうということでやってますから、皆さん、はい、温かい目でね見ていただいてね、本当に、うん、優しい目で、ね、見ていただいてくれればと思います。あぶね、ダメか。ダメか。まあいいや。とりあえず、ショップに入って。うん、これ、ここ買っとくか。ヘビーボム。ヘビーボム。ヘビーボムは何の意味があるの、あれ。一発限りなんかのボムだと思うんだけどね。まあ、買っといた方がいいんじゃないかなと思ったんだ。そういうことです。さあ、来ました。はいはい。結構このボスはヨーダ君何なく倒してるイメージだけどな。そうだよ。やば！わかりました。瞬殺！一瞬で終わりましたね。よいしょ。オッケー。よし、行くぞ。さあ、ここは、うん、こいつを買うしかないじゃないか。レーザービーム。レーザーです。なんか攻略法で教えてもらったやつ？そうそう、前にね。うん、この、レーザーをね、使うと、敵を一瞬で、ビーって。はい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 。そうだったね。早いな。ほんと早いな。いいね。レーザービーム。うん、あれ？レーザーが切れる前になんとか、なんとか、なんとかして倒す。うおー、まだ切れるんじゃねえぞ。あ、やべえ。ああ。あ、でも倒した。オッケー。まあ、しょうがない。弾で、うん、なんだか頑張るしかねえな。頑張ってくれ。こいつはなんか、装備が整ってないと苦戦するイメージだわ。ちょっとね。うん。しかし、至って冷静ですよ、ヨダシ。大丈夫だ。よっしゃ、勝った。とりあえず、まあ、買うのは、うん、お前だよ。来た。君を買うために。おなじみの。そうだ。そうね。うおー、いいね。ビームだ。ここまで来るのに8分ぐらいしか経ってない。え、本当？わかんない。めっちゃ適当にさ。すんげえ適当だな、おい。でも、まあ、この収録だから皆さんにはわかんないと思うけど、本当に前回より全然早くここまで来たね。うん。危ない。って言い出すな。スマートビーム。おー、全然食らわねえ。待って、ショップ。あー、ショップ。お前待て、待つんだよ。危な。じゃあ今度こそ、うん、もう一回セブンウェイ買って。全然金あるもん。そうだよ、金はいくらでもある。残機大丈夫？残機はいいかな。1だけど。どっかじゃあ。うん。さあ、ふぅ。すごいね。筋肉番付の池谷直樹か、ヨーダかぐらいの感じの緊張感。なんで？いやーちょっとね、いや今ちょっとね油断しちゃった。いや今度はね油断しません。大丈夫です。今度こそ大丈夫です。でよかったね、残機買っといて。あ、よかった。頑張ろう。頑張るよ、うん、よいしょ。敵が多いんだよな、ほらこうやって撃ってくるからさ。そうだ、激しいね。時期狙ってくるからね。うん、あ、倒したんだけどな、どうしようかな。あ、すぐにもう。これね、コメントで攻略方法を書いてくれる人いたから、うん、なんとかそれに沿いたいところだね、報いたいというか。絶対これ攻略情報通りじゃない。やった、やらかしてる。ほら、やらかしてる。あ、確かにね。くぅ。やだ、もう一回やり直しはしたくない。何にもない状態からのこれが一番辛いわ。ああ。わずぞ？わずないよ。じゃない。見えてなかったんだ。もう一周行くか。すいません。もう一周ね。ちょっとじゃあ一回カットします。はい。おお！あ！マジで？戻ってきやがった。デスルする？やっちゃったな。ちょっとデスルするか。ごめん。いやいやいや。いや、戻ってくると思わなかった、今。早くしてくれ。うん、は？うん。避けれないからやめて。避けれないからやめて。出てこない。ショップ出てこな。ショップ。
分かる、シングルモムには戦うためだった。あれだ、うまい。まあ最高じゃスマートフォンなくてもなんとかなるっちゃなるんだよな。そうね、いやでも上手くなったよ本当に。よし、来たよ。はい、じゃあね、スケッチどうした？ステージ5戻ってまいりましたね。はい、戻ってきました。じゃあ今度こそね、うん、頑張っていきましょうよ。うん、ここに来るまでもヨーダ君すごい頑張ってましたからね。そうだよ、とりあえずシングルボムかツインボムに変えておいてと、うん、これないと死ぬらしいからね。そうね、このね敵の物量もとんでもね、ほんと結局6ステージ目が最大だけか俺らって。そうだね、だ次のステージが最大だから、うん、ここなんとか突破しなきゃいけないんだけどな。うん、いやほんとね、ここが雪だる、うん、そうです。いやほんとにね、言うはガタシ行うガタシ、ん、何だろう、言うはやすし行うガタシか。そういうことね、言うのは楽だけど、はい、行うのは難しいと。はい、そういうことね。そうです。まあ、とりあえずこれでいこう。うん、無敵欲しい、無敵欲しいよ。無敵なんてあんのこれ。ない、だから欲しいって言ったじゃん。ああ、そういうこと、そういう欲しいかです。さあこれでギリギリ回った弾があるから、はいはい、いやいいね。それなりにあいつらを、うん、てか弾ちっちゃい、これでどうしたらいいんだ。いや、これがね、書いてあったんだけど、うん、よくわからないんだけど。倒し方は？うん。まあ、多分ちっちゃいの倒すのは分かった。こうやって、うん。その後どうするんだろうなっていう。なんか一番下と、うん、上を殺す。上だけ破壊し、うん、するんですか？あ、これでいいんだっか。そうすると、白いやつだけなんかこうやってペッてで撃ってくるようになるから。ちょっと、もう一回改めて見てみるわ。うん、多分そういうことだと思うんだけどなこれ、うん、でこうやってポコ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 打ってると、なんか弾切れ起こすって書いてあったんだよさっき。これごめんだもんな。そうそうそう、ごめんです。倒し方の解説、まず4列構成になっていて、最前列を全て倒さないと2列目にダメージが入らない。はいはい、当然以降も同じ。1列目は弾が小さすぎて視認しづらいので、なるべく早く倒した方がいい。で今倒してる、倒した、ね、で2列目の2列目の弾は適度な大きさで避けやすいので、一番上と一番下のみを倒して、2列目を2体のみ残して時間切れを待つ方法がある。あ、これか。はい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 、つまりこれどうね、うんうん、あ、終わった。あ、へー、こんなのあるんだ。ああ、そうだね。3列目と4列目本体は弾が大きく弾速も速くなので速攻で倒す必要が。いや、よかったね。ありがとうございます、コメントの。ありがとうございます。マジで。なるほど、こういうやり方だったんだな。ジーアークさん、ありがとうございます。まあ、とりあえずツインボムと、エクストラシップ買っとかないと死ぬ、もう。じゃあ、これで。さあ、来ました、このステージ。さあね、やっと6ステージに戻ってきたわけだけど、うん、めっちゃ時間かかったな、俺。ここ。のボスって言ったんだった。言った言った。ただ、何もできずに死んだ。あれか、あの、炎が縦横みたいな。そうそうそう。しょっぱ待ってくれ。いいね。いや、もう1万7000円だっけ。シップももう5000円高っ。5万ね。5万円だっけ。うん。ってことは、もし買っちゃったとしたらもう1600しか手元に残んないってことか。そういうことだね。そうなると、うん、多分もう、ショップが出てこない可能性も高いっていう。ね、うね、あとどこだ？あ、これだ。これと、うん、あとこれ。頑張れ、頑張れ。よっしょ、来た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 来で、今度足遅すぎないか、今度は。つまり。いや、頼むよ。うん。頑張って。だから最初ちょっと避けるような動作しつつ、で、ここで、うん、こうやって当てて。あ、うまい、うまい、うまい。え、なんか速くなってん？いや、すっげえ、イライラ棒的な。なんかすげえ速くなってる気がするんだけど、気のせいですか、僕。スピードはそんな変わってないような感じ？いや、でも。あ、速くなってるかも。速いよね、やっぱ。なんてことだ。いやー、なんか攻略法自体はなんとなくね、間違ってないと思うんだけど、難しかったね。そうだね。どうしよう、もうどうする、どうしよう。
6ステージ目戻っていい？いいよ、わかった。一本取りかな。うん、ごめんね。いや。全くお前のなんかあの前に歌ったせいでさ、うん、頭でそれがなんか頭に浮かんでくるんだよ。すでに。俺でさえもう歌った歌詞忘れてるのに。だからなんてれてれてれてーってのがさ、うん、なんか頭に浮かんだぞ。いや、このゲームの曲マジ残るよ。マジでな。だからそれだけ集中してるってことだよな。そういうこと？そういうことにしましょう。両手抜けんだ、これ。お前そんな喋ってるよね。あるよ。かっこいい。侍、ここに来たり。じゃあ、君には、うん、死んでもらおうか。俺に言ったみたいに言わないで。死んでもらおうか。かっこいい。まあ、うん。いいだね。下置いてこいって言って。ナイス。次からはね、もうちょっと、最適化できるようにするわ。オッケー。はい、じゃあここ戻ってきたということで、ステージ6ね。はい、もうすでに何回も死んでしまっているんで、うん、やばいんですけどね。でも今回結構巧妙が見えてきたというか、はい、まあ多分動画ではほとんどカットしてるかもしれないんだけど、だいぶいい感じに、もうなんか適当じゃなくて攻略法も考えた上で進んできてるからね、ここまで。そう、頑張ってね、うん、その自分なりにさ考えたりもしてっていうのでやってます、ね、あと皆さんのコメントのことをこう、うん、ヒントにね、そうやらせていただきます、考えてっていう、やらせていただきますやらせていただきますね。やらせていただきますよ。やってるんだね。ナウだね。ナウ。やばいナウ。さらに一周するか。うん。あ、目の前に、目の前に祈祷がいっぱい。歌いたいけど歌えない。何歌おうとしてんだろ。俺の心の時。なんだその意味わかんない歌は。さあ、よしよし。頑張れ頑張れマジで。これね、難しいんだよな。イライラボ。そう、イライラボがね、すんごい難しい。うん、あれかな、外、大きく外回った方がいいのかな。あ、外側の方が幅が広いからさ。そう。かなと思ってさ、今。うん。てか、早いんだよな。当てるより避ける方が。だね。これを集中してやったらいいかな。頑張れ。こいつの体験、はいはい、うまい。はいはい。むちゃ、まじ早い。頑張れよだ。集中。ああ、そう。早い。ボムとかじゃダメなのかな。いや、当てられないこともないんだろうけど、うん、ちょっと俺は当てられる自信がないね。ちょ、まじ、こいつの倒しやすい方法を詳細希望だね。マジでね。うん、あの、ごめんのボスまでは書いてあったけど。うん、ごめんのボスは皆さんのおかげでね。うん、なんとかなっためてきたけど。いや、だってボムがこんなんだぜ。だよな、無理だよな。難しいんですけど。完全に耐久戦だけど。あれかな、ちょっとずつ内側じゃないとこれ間に合わなくなってくるんじゃないか。あー、そういうこと？ほら。足遅すぎて、なんか間に合わなくなってくるんだけど。おー、目が回る。あ、なんか、いけそう？なんか色が変わってる。充血してる。あー、倒した。あー、なんでいったオッケーオッケー。お金をください。足遅くてお金ください。感動してるよ、今。よっしゃ、いったぞ。いった。ただ問題は、ショップ、ショップ。どうし、もう死にたくないんで、とりあえずお金もう、つぎ込んで買います。オッケー。かわいい。曲はかわいいけど。全然敵はかわいくない。この敵かわいくない。この敵かわいくないっす。かわいくない。強えっす。怖えっす。助けて。激しくね。助けて。激しく。助けて。危ねえ。やばい。後ろに全身、全速全身だ。全速全身だ。後ろに対して全速全身。やば。いけるいける。うおうおうおお、冗談じゃないぜ。一切空役者ありし、一切空役者ありし。なんだお前。行く。おい、なんでお前お経食べてんだよ。お経。般若心経。ああ、あとこいつだけなんだ。鉄馬か般若波羅蜜多。やめろお前。本当に成仏する。俺が成仏する。すげえ。あ、どうした。ちょ、待って。俺が成仏しちゃうから待って。で、ボスだ。なんだこれ。なんだこれ。うわぁ、助けて。何これ。おぉ、オーベルドゥエ。何この分解。知らん。え、どういう技なのこれ。
痛い。何これ。いや、わかんない。これもちょっと詳細希望ね、マジで。コメント頼むわ。なんか足遅すぎて、これな、でこの戻っ、このバーンっていう散らばりは当たってもいいんだねってことはね、多分ダメで、戻ってきた瞬間にこれはダメなんだ。ダメってことね。これはいいんだね。これはいいんだね。で、ギリギリ避けれてるんだ。え、なんかじゃあ意外といけんじゃないこいつ。ちょっと待って、ちょっと避けるわ。おう、避けに徹します。なんかだんだん速くなってんねえか、これ。あー、そうだ、速い。しかも耐久高いし。そう、めっちゃ速い、ね、あ、どん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 速くなってんだ。なるほど。わー、面白かったね。でもいやー、でも よくここまでいったな、俺。だね、だこれラストな、ステージ7でしょ。8で終わり。8じゃないっけ、確かだったって聞いたから。うん、いや、いいんじゃない。いいんじゃない。いやー、今日はなんやかんや進みましたね。やりました。いや、本当に皆さんのコメントのおかげもあるしね、ヨーダくんの努力の賜物でもあるんで。はい、また次回も皆さんぜひ応援のほどよろしくお願いします。よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。はい、今これ急遽撮ってるんですけど、ヨーダがついに最終ステージに来ました。はい、もう残機がないんですけど、ちょっとここも皆さん見届けてください。お願いします。はい。これでクリアできたらマジでかっこいいけど。うん、じゃあ本当にね、終わったのにさ、収録後に、うん、なんかちょっと諦めきれねえからやったんだよ。これ練習してたんだよな。いい、落ち着いて、落ち着いて、お前いいよ、お前は落ち着いてくれ。あ、はい、はい、分かった、大丈夫、お前ならできる。これ、え、なんか一歩ずつ進んでますよ。おう、相棒。